陶芸家でサムエ着ている人見たことない。どうも陶芸家の青木亮太です。ごめんなさい、タンクトップ、サムエじゃなくてタンクトップなんですけど、サムエってさ、なんか陶芸家みんな着てる感じがイメージするじゃん。全然いないからね、びっくりするぐらいいない。では今回は釉薬のかけ方プロフェッショナル編いってみます。カニ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 、これを使うとむちゃくちゃ作業スピードが上がる。まず最初にこれ何、全然わかんないじゃん。これなんかこの地元のこの美濃工場ではやっぱこれもすごい重要視されてて、これは何かというと釉薬をかけるマシーンなんですよ。どこがマシーンって思うじゃないですか。昔その陶芸の工場でアルバイトしてる時に、青くん機械持ってきてって言われて、釉薬かける時に機械って何ですか、なんか機械持ってきてって言われて、釉薬かける機械これこっちのね、地元の人はこれ機械って言うらしいんですよ。もうただのハサミですよ、これハサミ。どうやって使うかというと、前回はこのチョコをこうやってチャポンって手でかけてました。そうするとやっぱ手の跡が若干ちょっと残ったりとか、結構技術がいるんですよ。この釉薬の中で一瞬とこう手を浮かしてくっつけるみたいなスーパー技術がいるんですけど、けどこの機械を使えばそれを解決するっていう素晴らしいものです。どうやって使うかというと、このチキン、ほらこう挟んでんの、針が4本あって、指だとこう面積が大きいじゃん。面積が大きいとここに指跡が残るけど、針だとほぼほぼ残らない。これね、めちゃくちゃ便利なんで、ぜひ一回みんな使ってみてほしい。ちなみにこれ日本でしかこれ使われてないと思う。海外の俺見たことないもんね。じゃあ今からこの使い方いきます。このバケツだとするとこうやっていきます。いきますね、ほらすごい簡単。今までだとここに指跡がついたけど、これだと指跡もつかない、針の跡だけなので、釉がけした後はこれちょっとだけさ、この針の跡がついてくるけど、これを指で鳴らすともう焼いたら残らない。もうこれでおしまい。めちゃくちゃ簡単なんだよね、これ。もし同じものをいっぱい作ったりとかするときはこの道具はすごく便利です。あと作業効率がねめちゃくちゃ良くて、こうやって挟んで外して置くだけ。やっぱ工場とかその多く作るときはいかに早く作らなきゃいけないっていうのは重要視されるので、こういう機械の発達がめちゃくちゃ進んでます。けどなんだかんだ言ってやっぱ結局やっぱ手で塗る作業なんですよね、これ人間がやんなきゃいけない。これを手でやると置くときも時間かかるんですよ。こうやってかけたときに、こうやって置くときにちょっとこう気をつけながら置いて、最後指でチョンとかするけど、これでねスピードはね2倍ぐらい違います。このハサミの種類はもう20種類ぐらいあるのかな、アイテムによって変えたりするので、ぜひ皆さんこのベストのハサミを見つけて使ってみてください。おすすめなのはこのこれだとカップとか、まあ皿はいけないけど、こうカップとかボールだったらこれで大体つけれるんでおすすめです。けどねこれ結構高いんですよ、これ8000円とか9000円とかする。だけどこれ一生もんなんで、もう一生これ使えるんで、ぜひ皆さん陶芸やってる人は1個は買っといてもいいかもしれません。では今回はこの機械ハサミの使い方でした。本日はありがとうございました。おはようございます。